明けましておめでとうございます。くみチャンネルの小山くみ子です。昨年中はですね、立憲と代表記者会見に出ることでたくさん、もう本当ですね、また YouTube 見まくっていろいろ勉強して大変だったんですけど、結構向上する自分を感じることができてよかったなと思います。まあ、でもね、令和新選組とか山本太郎さんの本もね、常に並行して搬送しているつもりですので、そちらの皆さんも相変わらず仲良くしていただきたいなと思っています。で、音楽のお友達や、今まで職場などでお会いしてきた方々へ、お久しぶりですが、私そうですね、今年は55歳になるんですけれども、30年ばかりずっと同じような生活をしています。でも、昨年で少し自信がついて、人生の、成果を出せる、時期になってきたなと思っているので、何かとですね、ちょっとトライ、テンタール、ちょっとね、試してみようかなって思うことがあると思うんですよ。また、他のですね、ちょっと生き方について、またやって生き方について、要はどう食っていくかっていうことなんですけど、全く学習してこなかったので、本当に、他人の力を私はそう思うんです。自然に、みんなね、自分の力をシェアして、生きていく方が楽しいし楽だし、いろんなことが生まれてくるので、ぜひですね、お付き合いいただければなと思っております。いろいろ教えてください。要はですね、はい、使っていただいても結構ですし、はい、よろしくお願いします。そうですね、ここはですね、今鎌倉に来てます。鎌倉に、年末に父母と来たんですけれども、時間切れですね、父が入りたかったんですけど、ちょっと私もう蒸し待ってしまったっていう遠隔地に来ました。北鎌倉の駅からすぐなので、交通足がない人間でもすぐ来れるところなんですけれども、私はそうですね、大学時代のお友達とちょっと来たことがあったんですけど、それ以来もう多分20年ぶりくらいかな、15年は経ってると思うんですけど、はい、やっぱり非常に気持ちのいいところで、山の空気もありますしね。なので、ちょっとそこの写真を父母に送ってあげようかなと思っております。年末年始はですね、ライブの方も結構いろいろ深くて、で、それよりもですね、ちょっと1ヶ月私ブランクしちゃったので、お金厳しくてですね、で、他にもちょっとライブその前に行っちゃったので予算切れということで、カウントダウンライブとかには全く行かずに、ちょっとですね、家に泊まるっていうのをずっと避けてたんですけども、実家の方ですね、ちょっと、弟がコロナ弟のうちがですね、甥っ子が持ってきたコロナでみんな感染して、年末に来れなくなってしまった、年末年始のイベントが一つ減ってしまったということで、父母寂しいかなと思ってですね、31日の夕方に移動して、一泊ですね、家でしてきたんです。インコちゃん心配だったんですけれども、一晩ちょっと放置してですね、暖房つけっぱなしにして、で、お正月の朝は私をね、これまでずっと本当に大変な人生で、私普通ほっらかしされてたらね、本当自殺しちゃっててもおかしくなかったようなところなんですけど、うちの両親は本当にいい人たちで、何度も何度も助けてくれまして、なので、その両親をねぎらうようなつもりで、お正月ね、お昼過ぎまで一緒に、お昼は牛丼食べたりですね家でですよ、家で作った、で、すき焼き用のお肉が、弟が来るために買ってあったすき焼き用のお肉があって、それで豪華な牛丼を作って食べたという感じですね。私は家にはうさぎの上等マンティを、買ってったぐらいなんですけども、はい、もうね、母もちょっ と、家事がないぎという年になってきて、ちょっと今後のこともいろいろ心配だなと、ちょっと考えたいなというふうに思うようにはなりましたが、なるべく今頑張っていることの延長上でね、
あの物書いて収めるっていうことができればいいなと思ってるんですけど、あまり読書しない人なので、あの、ね、どうなんでしょう、ちょっと難しいでしょうか、ね、あの皆さんに助けていただきたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。まあ、そうですね、ストレスを抱え込まないように気をつけたいなと思いますし、少しはスリムになるように節制しようかなと思ったりしますね、やっぱりね、はい、ちょっといろいろ、生活も仕事もあり方もちょっと見直していきたいかなというふうに思っています。まあ本当に今まで、生きるのがやっとというかね、死ぬか生きるかみたいなところでずっと戦時中みたいな感じでやってきて、本当に継ぎはぎだらけでですね、本当に自分の、人生は幻に守ってもらいながらやってきたようなところがあってですね、何の整備もしていないという感じなので、この年になってちょっとそれを愕然としながら眺めているような状況ですけれども、それでも貴重な体験をさせていただいたり、いろんなものを見る目を養ったりですとか、芸術っていうのは何度も人を助けてくれるもんだし、いろいろな情報を開いてくれるもんだし、やっぱりね、そういう価値っていうのを発信できる人間になりたいなとも思っております。それでは本年もよろしくお願いいたします。